はい、こんにちは。占い評論家の岡田雄生です。少しですね、今日から実例手形を見てみたいと思います。ただちょっと最近は個人情報の問題がありますので、写真とかではなく、こういう模写でご容赦願いたいと思います。まずですね、こちらはですね、石原慎太郎氏の手相です。石原慎太郎さんと言いますと、政治家やったり、芥川賞を取ったり、都知事やったり、いろんな活動した方ですよね。まず特徴を見てみます。A から B に向かっての、これマスカケですね。知能線と感情線が合体してます。このマスカケ以外に C から D、それから E から F というふうに感情線も出てます。非常にここにもありますが、逆境にもめげない強靭な精神力ということが言えます。そしてやっぱり有名になる方はこの J から I にかけてのこう太陽線がありますね。運命線も H からこうずっと伸びております。ですね。あとですね、甲状腺がざーっと出てます。やっぱこういうふうに甲状腺がたくさんある方は将来ね、出世する方が多いと言われてまして、その暗示じゃないかというふうにも思われます。あと他の特徴としまして、これ結婚線が2本ありますね。この方確か愛人がいて、そちらの方にも確かお子さんがいらっしゃるので、妻を2人持ったということですね。ただし、籍は抜かずにということになります。はい、こういうふうに非常に勢いのある方っていうのは、それなりの手相を持っているものだなというふうに感じるわけです。はい、ではですね、次回は石原慎太郎の、弟にあたる石原裕次郎の手相の模写を見てみたいと思います。ではまたアップいたします。